い、こんにちは、アムです。やってきました、ゴールデンウィークキャンペーンの福引き、竜の女王装備福引き。まずは優勝ジェムの確定の方から引いていきます。今回は忍者ドルマ装備、忍者装備の、1個ということで、忍者装備、ドラゴン装備でドルマ系の、装備武器ということみたいなので、ちょっと使いどころがね結構あるんじゃないかと。ドルマ系が結構前の武器しか持っていなくて、ちょっと高火力の装備欲しいなと思っております。はい、竜の女王ドレス上、防具の方がね来ました。どんな感じか、全属性晴れだと全属性ダメージが 2% プラス、ドルマとギラカもダメージアップですよっていう感じの装備です。では早速ここからが本番いきたいと思います。まずはじゃじゃんとね、20連目です。早速確定が2連チャンで来ました。1個だけど確定っていうことは期待大ですねめっちゃ期待できる。お願いします、武器。うわー、上、頭の装備が来ました。魔法使いっぽくなりそうな装備です。だいたい同じような感じかな。獣系とか鳥系耐性とかもついているので、ゴールデンウィークの、まだちょっと詳しく見れてないんですけど、ゴールデンウィーク内のボスの適性って感じなんですかね。じゃあ30連目いきますいきます。頼んだ、この福引きがゴールデンウィーク中の、楽しみを握っている。ダメか。40連目です。なかなか、まあやっぱ20連でね、結構最初ドドンとね確定が来てしまったので、そんなに甘くはないよという展開で、あっという間に50連目です。はあ、この辺で、ちょっと2連続でダメだったの、虹来い！結構、もったいぶってきますね。じゃあ、合計で60連目。はい。なんかめっちゃ流れてる。確定石が来ない。お、一個来た。お願いします。全然違うの来た。これは過去の装備の復刻感混じってるって感じかな。感じですかね。竜王の兜が来ました。あ、持ってないやつだったので。ドラゴンとか、竜王装備。じゃあ70連目。ここで、星5の装備が一枠確定なので、武器。お、もう虹がいる。変化はなく、虹が最後にいますね。もう、最後の虹。最後まで待たせるっていうことは、ちょっといい装備を期待したいんですけどまだ着てないのは下と武器とっては今回なし。来い、うわーと闇の覇者なんと持ってるやつだし復刻だし、10連目のピックアップだと今回の装備確定ということみたいです。はい、80連目。いや、ちょっと期待しすぎてしまいましたね。はい。10連目は何もなし。90連目。うおー。
めっちゃ流れてるけど、虹は、来たー !2 個ある !2 個ある !2 個あれば、ピックアップ1個ぐらい、来てくれ来てくれ、あー、頭めっちゃ出る。可愛いけどね、このティアラ。なんかどんな感じになるのか、早く勝負してみたい。来い!のーんのーん、かぶってる。二つ出てるのに、二つともかぶってる。煙突させていただきます。はい。あ、ここで、100連目です。一応、カウント的には100連目。はい。一個だけ流れました。これは?お!一個、虹来た!さあ、どうだ?おー!これは、持ってない。持ってないけど、ニューってなってるけど、これは UO 系の、あ、ハテナ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 ダメージもついてるので、まあ、使いどころがあるかもしれません。1個目、10連限定のピックアップ確定。いきたいと思います。頼んだ。頼んだ。うわー。スラミチ。お、2個ある、2個ある。二体チャンスがありますね。さあ来い!めっちゃ頭装備。二度つきました。はい。これね、ちょっとまた被りだったらかなりショックなんですけど、出てないやつがなんとか来てほしい。出てないやつ頼みます。もうできれば武器を。お願いします。うわー、来たやったー、竜の女王の爪、間違いありませんね。二度見、間違いありません。やったー、来ましたなんか最初の方から結構ドドドンとボリューミーなこうスキルが出てますけど、愛の平手打ちだそうですね。敵一体にガードや身に向かわされない威力 800% の体技ダメージ。竜王の吐息、闇と熱があって、敵全体にドルマ属性のブレス特大ダメージ。これがメタルに効くっていうのがね、めっちゃいいですね。この辺もね、メタル周回にも使えそうな感じ でドラゴン系ならマリン吹き飛ばす。で、熱の方がギラ属性。ドルマとギラと両方使える。で、ドラゴンとゾンビ系に強い。いきなりスキルがついてて、エナジーフロー。戦闘開始時に MP4% を消費して、最大 MP と HP と上限 20% アップ。で、竜の心っていうのが、ドラゴン系とハテナ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 系の心の数だけ一部のステータスが上昇。はい、ということで、どんでん返しの武器ゲットできました。めっちゃ嬉しい。今回のゴールデンウィークのイベントのお知らせ見てたら、なんかこう全国にね、なんか使者を派遣してモニュメントを建てるみたいな感じのことが書いてあったので、ちょっとゴールデンウィーク中もいろいろ遊び込めそうなのかなと楽しみにしています。お出かけする人もね、暖かくなってきたし多いと思うので、楽しんでいきましょう。ではまた次回の動画もお楽しみに。チャンネル登録よろしくね。